日産自動車追浜工場は日産自動車の主力生産工場の一つである。所在地は神奈川県横須賀市夏島町一。プラントコードは T。日産自動車追浜工場付近の空中写真。1983年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。もともとこの地域には 昭和20年の太平洋戦争終戦まで横須賀海軍航空隊とその飛行場があり終戦後はに当時在日米軍最大のスクラップヤードとなっており戦争での消耗でスクラップ状態になったジープやトラックなどが南方の戦場から運び込まれていた1948年に富士自動車がここに工場を構え1958年までに 延べ22万9100台にも及ぶ、占領軍自動車の修理、解体、再生事業を行っていた。その間1952年には、クライスラーと技術提携を行い、乗用車製造事業に参入し、排気量 3500cc のプリムスのノックダウン生産を開始したが、通商産業省がこれを妨害し、中止に1955年には、 米軍修理車両の激減による、追浜工場の人員整理が発表され、これを不満とする労働葬儀が発生した後、追浜工場は閉鎖され、これを日産自動車が入手したものである。その広大な土地を利用して、日本で初めての本格的自動車生産工場として1961年に創業を開始した。 混流ラインと呼ばれる同じラインで複数の車種を同時に生産する技術を業界で初めて取り入れた。最新技術の投入も積極的に行い、1970年には自動車業開発の溶接ロボットを導入。近年においてもモジュール生産など時代に合わせて常に最新技術を投入し続けている世界屈指の自動車生産工場である。敷地内には 月間8万台を出荷できる専用塔や総合研究所、テストコースも用している。敷地面積は170万7千平方メートル、従業員約2800名が働く。なお、生産能力は年間約24万台である。2004年にフェアレディ Z の生産を栃木工場に移管して以降、生産者種は FF の小型車が中心となっている。 シルフィは B プラットフォーム採用者種であり、タイや中国から部品の6割以上を輸入して製造する逆ノックダウン生産となる。受賞者リストデミング賞。日本科学技術連盟。2021年6月25日閲覧。日産、新型、シルフィを逆 KD 生産国内にものづくり残す。日刊工業新聞2012年12月6日。ありがとうございます。